毎年4月ぐらいから訓練に入ります。でちょうど台風シーズンが終わる10月末頃まで、危険な時期がありますので、当然4月の初めから各段出水期に迎えて訓練を開始します。昨年の7月に大きな災害がありました。それに向けて我々も訓練をしておるんですけれども、市民の皆さんについてはやはり自分の命を守るというのが大事前提でございますので、災害に向けて危ないなと思ったらすぐにまず避難をしていただくということが大事だろうと思います。活動ではやっぱり誰か一人がリーダーとなってその声をかけたり準備の呼びかけをしないと難しいっていうことが分かったから、全員でやることだからみんなで呼びかけ合わないとダメっていうことがやっぱりその改めてやってみて感じたことです。訓練している水防団の方を見てすごいなと思いました。被害が起きた時に水防団の方と協力して活動できるようにしていきたいと思うし、自分もこれから水防のことに関してちょっとでもいいので知識を増やせればいいかなと思ってます。